と顔出して配信するから。佐藤さんお疲れ、お疲れよ、いいありがとうございます。ナンシーさんお疲れ、お疲れやじゃなかった。えじゃあこんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。あちいあちい、この部屋はあちいの。今日はお疲れ様、いいえ頑張ったと思っているがどうだろうって感じわあ、足がランド漫才ライブお疲れ様でした、ありがとう。佐藤さんも来てくれてありがとうございます。よいしょこより治安、治安おはぐーじ、おはぐーじ、お疲れ様、ありがとう。両方の魅力をたくさん感じたい。そうだよね。どうでした？バンザイジャパン良かったでしょ？私たちの先輩方すごいでしょ？あんたがそれ言うもんじゃないよっていうね。ちょっと待っとって。でててんでててんでててててんせい。でででででででせい。よし。こんばんざーい。ちょっと待って。で、じっと見て、見つめてたな。そう、見つめてた。見つめてたわけじゃないよ。いたから見た。二人でおったから見た。こまかわいい結婚しよう。ねえ泣いた？ねえ泣いた？ねえ泣いたじゃないのよ。泣いたよ。何が悪い？なんか悪い。なんか悪い。泣きましたけど何か悪いですか？何か文句でも。何か文句でもございますか？泣きましたけど。はい、何か。何か。泣きましたけど何か。何もないよ、別に。M の フォローじゃあまた、じゃあまたじっと見てたらじっと見られた。そう、じっと見てたからさ、見た、見返した。誰に感動してました。そうだよね、確かにびっくりするよね。あ、リンネさんこんばんは、こんばんは、ごゆっくりどうぞ。喋る前髪、そう、喋る前髪、いや元気っと、いや元気って喋ってます。戸坂さん、え、久々じゃない？久々じゃない？なんか配信で久しぶりに見た気がする。あ、リエの配信だったんだ。そうですよ。誰の配信だと思ったの？神宮寺っていうやつを見てきたんじゃないの？なんで引き続きメイドしてきました。ああ、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。クオリティ高すぎてなんでこんなに踊れるんだろうって。確かに思う、私も思います、めっちゃ思う。あ、マリのドリさんや、ほじ茶、おーい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。ほじちゃん、なんでや、なんでやって言われてもええやん別に。だって見とった、見とったから、見とったから見た。皆さん本当にすごいです。すごくないけどね、それがアイドルですから。リアになんか言いたいことあった気するけど覚えてないから。何何？そんなん言われたら困っちゃう。あと10時間ぐらいで帰宅できるぞ。お、気をつけて帰ってね。お兄さんも泣いた。お揃いですね。お揃いだね。そしたらお揃いだ。泣きましたよ。ステージ上ではあのブワーンって泣かなかったけど、ブワーンって泣かなかったけど、
裏ではブワーンって泣いた。ブワーって。ケケさん、こっちはす、こっちはす。ごゆっくりどうぞ。やりたいのかしか知らんのよ。確かにね。それはね。そうね。確かに。チェキ届くの楽しみにしております。ありがとう。ありがとうね。楽しみにしとってください。ゆったし、おはぐうじ、おはぐうじ、ごゆっくりどうぞ。ちゃんと言おう。最近英語の片言しか喋ってないから、ごゆっくりどうぞ。ネタさん、ごめんなさい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、たくさん出たね。たくさん、たくさん出たね。バンザイジャパン、じゃあ足軽ジャパンの方で3曲出て、3曲出て、バンザイジャパンで5曲出たから8曲出た。えおい、あ、バンザイジャパンの話だ。あれってリアが最初と最後の曲気にしとけって言ったんだっけ。うん、そうそうだよ、そうですよ。足軽ジャパンの一番最初の曲とバンザイジャパンの一番最後の曲気にしといてねって言った。帰れるかな。帰れるかな。帰れるよ多分、わかんないけど。てか帰って、無事に、無事に帰って、心配だから。初めてジグさんのチェキと飲みましたね。ありがとうございます。嬉しかった。ジュンダラさん、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いや、今日はたくさん踊った気がする。ごゆっくりどうぞ。僕の知ってるごゆっくりどうじゃない。ごめんって。ごゆっくりどうぞ、ちゃんと言うから許して。そうだよね、リエだよね。結婚マジに記憶なかったもん。でもエモかったでしょ、よくよく考えたら。エモいでしょ、みんな。エモかったでしょ、ってか配信見てくれた人もいます。エモかったでしょ。足軽ジャパンの新しい子たちが、新しい子たちっていうか足軽ジャパンが一番最初にバンザイジャパンを踊って、一番最後にあの先輩方、そのすごい活躍されてる先輩方のバンザイジャパンが見れたわけじゃないですか。エモくない？エモくなかった？逆に聞きたい。エモくなかった？ラブタシ、ラブタシさん、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ。こんばんざい、おかえりなさい、ただいま。無事帰って戻ってまいりました。ありがとう、ごゆっくりどうぞ。緊張でぎこちなさだったけど、伸び伸びとも。あのちょっと言い訳していい？あのね、まあ、緊張してたのもあるんですけど、緊張してたのもあるんだけどさ、あの一つ言わせてほしい。あのね、すっごいね、あの衣装とね、あれが合わなかった今日。衣装とのね、相性が良くなかった。なんかね、言うこと聞かなかったんよ。言うこと聞かなかったの今日。なんかこうやってね、こうやって踊ってたのに全然言うこと聞かなくて、なんかでやりたいことができなかった。やりたいことがちょっとできなかった。いや、今日めちゃ可愛かった、ありがとう。あ、いつもか。いや、いつもかどうかは分からんけどね。うん、レが言った瞬間に想像したって先出しした。笑った。会ったことないファンからの注文ですよね。全然嬉しかったよ。そんなこと言わないでくださいよ。私がね、会いに行ければいいんですけどね。まだね、バンザイジャパンにも上がってないからね、昇格すらできないからね、地方に遊びに行くことがね、まあまあできないんですよ。だからまだね、
会えるにはねお時間がかかるかもしれないんですけどね、会いたい会いたい。いやどんどん分かんなくて怖くなって、本当にありがとう。今日はね大変やったですよ。のついてみて、ああ確かにってなったぐらいなんでよなんでよ、もうエモかったでしょ、エモいって言ってエモいって言ってえ、今日の足軽でやっぱ衣装とベレー帽かな、めっちゃ似合ってた。本当にあれだよ、ジュリアさんから最後のねベレー帽をねいただきました、授かりました。いやいや、2回、今日2回バジャジャパンやったよね。うーん、やったに入るかな。1回目はやったに入ると思うけど、しゃあのね歌っとったから1回目は入るかもしれないけど、2回目はどうだろう。全員で踊ってたけど、それは入る？それはバジャジャパンに出たっていうことになる？配信ちょっとだけ見れたけど、リアさん可愛すぎて出さないで出さないで静かにしてありがとね。私の楽曲で見せ場で感じ思った、裏でめっちゃみんな爆笑しとったすごいすごいすごいね、爆笑しとったよ。メイさんが最後に足がいちゃっていただき、ギョロギョロですだっておらんもんって、私たちしかおらんもんって思った私たちしかおらんもんと思ってさ、横見たら誰もおらんかった横見たら誰もおらんかった、さっきまでおったのにおらんかったでもしっかり頭をかけてますかいつも可愛い、本当にありがとね、そう言ってくれるのラプターさんぐらいですよ。さすがに今日は赤ベレー帽じゃないと思ったらやっぱりだったそうだね、赤ベレー帽は持ってきてなかった。いやさすがにさ、かぶるならさ、ジュリアさんが黒よくかぶってたから黒にしようと思って黒かぶってたけど、行ったらジュリアさんが白のベレー帽をあの私に託してくれたので、足軽ジャパンは黒のベレー帽で出て、バジャジャパンのライブは白のブレーボーで出た。今日より元気です。今日は風。うん、死んでた。死んでたです。死んでたです。だって。メンバーカラーがターコイズ、マジですか？そうだよ。マジだよ。マジですよ。うん。じゃ、キムチだから仮眠する。おやすみ。おやすみ。またね。またね。また遊びに来てね。おやすみなさい。イモイ、イモイって何？イモイって。もっと薄めのカラーと同じ。あ、そうなんだ。やったね。共通点が見つかりました。実は今日のライブも全然泣かずに楽しく見てたんや。ところどころうっときたけどね。確かにね。私はずっとネットで泣きそうになりながら。危なかった。カメラ目線見ちゃった。いいやん別に。いいやろ。カメラ目線しとっても。ジュリアさんのベロさん、嫌だし、絶対に嫌。あとで送りつけよ。最悪だ。メイさんが最後噛まなければ最後の一言も泣かない予定だ。でもさすなんかメイさんだなって思った。最後はさ、最後やってしまったのはさ、メイさんだなって思った確かにさ、あれなんよ、すごいね、しっかりもされていてさ、すごい方だから大丈夫だと思っていたらさ、最後の最後でさ、可愛いとこ見せていただいたので見せていただいたので
やメイさんだなって思いました。ブレイクで話したらいいね。遊びに来てくださいね、また待ってるからね。じゃあこれからもしてくぜ。ありがとうだぜ。白のベレー帽さ一回取れた。うん、取れた取れた。浮世和歌を、じゃあ1曲目だよ、1曲目の浮世和歌で、あのなんだっけ、サビ踊ってさブンブンやっとったらさ取れちゃった取れちゃったからやべえと思って頭押さえながら取って「へい!」って投げた「へい!」って袖に投げました。ベルボタってなったね。まあそんな感じかな。今日しがりジャパンのペーパー場所分からなかった。そうだよね、確かに違うのでって言っただけで何回か言わなかったもんね。実は5階でした。1個上の階、1個上の階だった。うん、カベルボコマさんのデミさん、コマさんいるライブではないと思った。あ、そういうことか。え、でもさ、コマさん確かに今日被っとったけどさ、その前は被ってなかったからさ、その前は被ってなかったからまあでも赤いやつはちょっとね、いろいろと問題があるので保管してあります。あ、そうだって、めっちゃ大事な話があるだと。本当にどうしたん。俺も昨日さすがに私もビビったわ。おはぐじん、おはぐじん、甘酒ちゃん、おはぐじん、ごゆっくりどうぞ。それ中身残ってないかのせんのよ。ああ、確かにね、それはそうかも。それにかまったりめさらしいって思ったら笑った。あ、挨拶しなかった。まあ妹がいいよ、適当にいいよ。願い星の西サビで琥珀ベレー帽が向かい合った時震えた確かにコマさんとだったわ、ニサビ。確かに今の職場の後輩と話したら留学したことあるんだって言って、へえ、どこって聞いたタイで、そうなんや。確かにタイ英語喋るからね。英語何で留学したか分かんないけどそうなんや、すご。あ、ペンギン先輩だ。こんばんは、ママの半日です。マロタ、ママの犯人ペンギンさん、リノチに送ってたあのプレゼント、すごい面白かった。斬新だなって思いましたごゆっくりどうぞ。2回目の訪問なんだ、初めて知ったレーザーやって言ってしまったこのリアさんのことありがとう今日はなんか元気だけど、今日で終わりって実感してないからなんだろう。本当にちょっと悲しくなっちゃった6階ホールと同じ階だったの確か。5階、うん、確か5階でした最初もベレー帽持ってるとか、どんだけって言わないで私に言わないで。あ、もじおさんだ、のような初時期ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございましたお話できてよかったわそういうフォーメーション、あ、言ってましたね、ツイッターで確かにツイッターで言っとったわでもやばいのか、俺の知ってるバドジャーだったから最後に見れて嬉しさが確かにね、確かに今まではねそうやって活動してきたからね、確かにいないのはね、そうかも。確かにここ最近で知ってくれた人だったらそうかもしれないね。かわいいおリボンですよ。うん、確かにね、おリボンではありましたおリボンではありました。ライブでつけてほしいなって思いました確かに、でもちょっと美味しそうだったかもしれない
私は多分お腹が空いていたから、その時ちょっとね美味しそうだなってちょっと思っちゃった。おとといじゃないわ戻っちゃった。土曜日のライブにいます。日曜はまだ知らんまだ知らんだって待ってるね。じゃあお待ちしてます。あれ、ライブ固定にしてほしいよね。ライブを固定とは、ライブを固定とは固定とは、うん、ライブにをするのを固定するってこと、不定期で入れないでってことかな。わかんないけど、ゆうくんお邪魔しますかお邪魔しますか、どうぞしてください勝手にごゆっくりどうぞ。次の時にめいさんの歌声がないと思ったら冷静崩壊する。確かに、でアーカイブあるからアーカイブ見てくださいリボンでライブ、あ、そういうことか、確かに絶対覚えるわ絶対覚えるし絶対おもろい、確かにそれはあのママと確認してください。ママに言って、まあ、ママに言って、確かにね可愛いからねあのリボン、ママに言ってみてください、あれ固定にしてよってでやばい、眠くなってきた眠くなってきたよ。パフォーマンス向上してましたね、本当にありがとうございます。たくさんの人に褒めて、じゃあお褒めいただいてとてもありがたいでございますよ。私はでも今日のパフォーマンスあんまり納得いってない納得いってないからなんかもちょっとうんって感じもうちょっとうんって感じでした。まだ反省することがたくさん、もう送った、やったやった、勝手にはひどいすぎるごめんってごめんって、勝手に、でもさもう入ってきてるからにはもう勝手にごゆっくりしとるわけじゃんきっとだから勝手にして、足軽がまともに見れなかったからまた機会、次の機会になる、あ確かに、えなんかさアーカイブカクカクだったよねなんかさライブが終わった後に確認したんよ、自分たちのあれがやばかったから、やばいというかやばいなって思ったから、あのそう見たの、見たらさすごいカクカクでさ、これ本当にみんなにさ見れてんのかなって思うぐらいカクカクだった。旦那助さん、旦那助ポンさん、初訪問ありがとうございます、ゆっくりどうぞ。りえさん、めいさんの下巻き受け継いでくれ、帝国に恋なのさ、あーやってるよね、やってるよね、ちょっと保留にしてもいい一旦あのそこまで急には上げられないわ、だから頑張っては見るけど、もう少し待ってほしいかなもう少し待ってほしいかな納豆食ってない、納豆食ってない最近、え昨日食べたかな、あ昨日は食べてない、一昨日ぐらいかな一昨日ぐらいに食べた気がする、今日は食べてないです。もう少し改善が必要ってことで、ね、納得ちょっとねもう少しみんなでクオリティを上げれたらいいなって思う、みんなでね、みんなで、私
がさできててもさねえ意味ないじゃない、グループでやってるんだから。だからみんなでもっとクオリティを上げていけたらいいなって思います。まあ自分も頑張るんですけどね。負けないように負けないように頑張るんですけど、そういうそうだね、まあ負けないように頑張るんですけど、みんなでクオリティを上げていけたらいいなって思うから、ちょっともう少しねっていう感じ。デビでライブ動きすごい。泣かないで泣かないで。今送りつけたのでずっとカクカク、その後のあフロントさんもそうだったんだ。今日のライブアーカイブ残ってない、知ってるよ、知ってます、知ってるよ。まあ両方ともアーカイブないけどね、知ってる知ってる。ああなんて読むんだろう、台湾しか読めない。台湾さん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。マツケとなんで怪しい。マロタ確かに怪しい中国人かもしれない。ゆきやほー一日お疲れ様ありがとう。すごいなんかねライブに出れて、てかマザージャパンのライブに出れたこともすごい嬉しかったんですけど、それのおかげでおかげでっておかしいな、それのおかげであの、ね、頭の中がパンクしそうになりました。っていう感じ。本当ボケつぶしでしますマジか、ボケ潰してた私全然分かんなかったわ。キャップインさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。大丈夫じゃないから俺オッケー。そうです妹は可愛いけどありがとうね。オールオッケー。ちなみにさ、私方言さメイさんのパクってるの知ってた？メイさんのさ方言パクってるの知ってた？実はさ関東圏が多すぎて、関東圏がね多すぎて、あの神奈川二人おるしそもそもねっていうので、あのあれです、石川の方言喋ってます。石川県の方言喋ってます、すいません。石川県の人じゃないんですけど喋ってます、すいません。腹立つってごめんって、怒らないで、そらち怒らないでごめんって。納得いってないからの納得、ああ、はあ、ごめん。だって今リアイがアーカイブ、嘘ごめん、アーカイブ残ってないです、見ないでください。それもまたなんか変だけど、見れないです。ボケる気力ないのか。ないよ、今日は普通の神宮寺でやってくよ。許可出たことまたジャパンの沼って広いな。確かに知ってたけどできてないの知ってた、うん知ってる、だってわかんないもん、だって石川の人じゃないしっていう感じ。メイさんに教わろう。メイさんに教わります。次はいつ歌うか分かんないけど、次はいつ歌うか分かんないけど、メイさんに教わります。あ泣きすぎて眠い。確かに私も眠い、赤ちゃんみたいにビービー泣いちゃったからね。最近ずっと素直に言ってるのに受け入れてくれない。受け入れてるって、ありがとうって言ってるじゃん。受け入れてなくないよ、ん？受け入れてるよ、売れてるよ。細さん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。あなたわからない人のモノマネ得意。確かにそれはそう、確かにそれはそうなんよ、
そうなの、実は分からない人のモノマネ得意だって、似てないしね。もうこんな時間、睡眠時間4時間半もだけど、寝ないと、寝な、のちくん寝な寝な、こんな配信ほっぽり置いていいからほっぽてでいいからさ、寝な。あ、そうだ、ちなみにさ、このさ、鶴のさピアス、メイさんからもらったやつだからさ、今日さ衣装もさ白でさ、ピアスも白でさ、上も白だった全部真っ白だった。だってないし、そう思ってない反応するこらたまにごめんって受け入れてるよ、最近はちゃんと。何に対してもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってるよ言ってるよ。こんな配信を23時間待ってますごめんね、お待たせしました。朝配信しようか実は迷ったんよね。だけどあのね、ダメだった。お手紙書いとったらさ、気づいたらさ4時ぐらいでさ、でもメイさんの分書き終わってなくてさ、やべってなりながらさ、でも寝ないと私死んじゃうから寝ようと思って寝て、起きて書こうと思ったけどやっぱり終わらなかった、終わらなかったので、すごいあの遅刻しました。遅刻しました、あのあれです、遅刻しました、お手紙出すの遅刻しました。この配信見れないと寝れないのだ。でももう寝れるじゃん、大丈夫だよ、もう寝れるから大丈夫。あなたの朝はお昼過ぎですよね。違うよ、今日の朝だよ。9時ぐらいにさ、おはようツイートしとったでしょ私。そっから起きてるから、ずっと起きてるから。今日の睡眠時間は4時間くらい。そのリズルのピアス可愛いなって思った化粧品だったらと思ったのでやめた。化粧品じゃない、メイさんからもらった、石川のワンマンでつけてたんだって。石川のワンマンのためにピアスを買ってつけたけど、つけてそれをもう使わないからあげるよって言ってくれてくれました、ピアス。あのここにさ、もう一個つければよかったピアス。だからそのうち特定の時にいろいろと書いてください。確かに。じゃあ待ってるね。いろいろ書かせていただきますわ。タカタチカルジさんの空飛ぶ家ってね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。睡眠時間同じや、早寝なさい人のこと言えない。うん、大丈夫よ。あのあれあれです、何やっけ、濡れ布巾みたいなやつで拭いた、濡れ布巾みたいなやつで拭いた、大丈夫。落書き写メの方だからね。え、知ってるよ知ってますよ。ピアスの穴が増えたら僕は大丈夫、増えないから。増えてもここに1個ぐらいしか増えない、2つあるからさ、ここに1個さ増やしたいんよね。じゃないとさ、なんかピアスがさ1,2のさ、じゃあここが2のさ、こっちの1だからさ、ちょっとねーっていう感じ。メイさんのそういうとこ真似しなさいよ、期待してますどういうこと、そういうとこってどこ、使わないからもうあげるよっていう感じであげちゃうやつ。トッシーさん初訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。違う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 のよ。あのさ、
濡れティッシュみたいのあるじゃん、なんていうの、わかるでしょ、濡れ布巾じゃない、なんていうの、濡れティッシュ、違う、ウェットティッシュみたいなやつ、ウェットティッシュみたいなやつでやったから大丈夫。ぶら下がってる系がいいんだよね。うん、そうだね、ぶら下がってる系の方が多いかな私は。うん、ピアス社会人になってからつけてないから下がった。まあそうだよね、確かにそれはそう、私も多分塞がってると思う。つけてなかったら塞がると思う。濡れおかきは好きじゃない、あんまり。濡れおかきは好きじゃない、ごめんだけど濡れおかきは好きじゃないんだな。おかき食べるならなんかちょっとふわふわしてるやつがいい。社会人だけどがっつりつけてるここにいます。まあそういうね、会社だったらね OK もらえるんで OK ってなるから。お菓子で拭く、違う、濡れ雑巾じゃない、何、うん、分かんない、ウェットティッシュ拭いたんで大丈夫です。濡れせんべいじゃないんだってば。濡れせんべいはいいの、もうそのくだりやったのよさっき。さっきやったのよそのくだり、やばい、寝てしまう。ふわふわしてないからおかきなんだが、あ、そういうことなの。え、なんかさ、ちょっとさあるじゃん、あのおかきだけどほわほわしとるやつ、わかる、わかります、皆さん、なんて言ったらいいかわかんないけどさ、わかんないけど、ああ。やばい、今日あくびめっちゃ出ちゃう、あくびが出る、めっちゃ。なんかさ、ちょっとふわふわしとるさおせんべいみたいのあるじゃん、あれが好き。ぬれおかきですね、わかりましたか。ぬれおかきじゃないんだってば。ぬれおかきは好きじゃないの私、ぬれおかきは好きじゃないの。これの夏休みに左に2つ右に1つ開けたんだけど、あ、そうなんだ。私も高校生の時に開けた、この下高3の時に開けました。学校ピアス禁止だったのに開けた。ヤンキーだよね。しかも生徒会だったのに普通に開けました、させん。うん、風尾さん、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です。お願いします。ほらね、ふりふり、早く寝るんだよ。いや、人のこと言えないでしょ。早く寝るんだよ、なちくんも。今日もキュットで可愛いよ。ありがとう。またね。おやすみなさい。やばい。眠いぞ。眠いけど、1時間やりたい。時間やりたい。止めずっとしてたけど意外とバレなかった。そうなんだよね、そうなのよ。そうだから私も高校はずっとあれしとった、逃避してた、逃避。ヤンキーだよね、目覚ましに設定します。絶対に目覚めない、ヤンキーだよね、ヤンキーだよねで目覚める人いる、逆に聞きたい。絶対にないでしょ。カイゴさん、ごきらん、ごゆっくりどうぞになるのかな、それは。ごきら、ごきたく、あ、ごきたく、ごきたく、よかった、ごきたくですね。おかえりなさい。ご帰宅、お帰りなさい。ご帰宅、わかりました。英語で来たからびっくりしたけど読めた、ちゃんとご帰宅って。ご帰宅、お疲れ様でした。よかったわ、なんとか家に着いて。加護さん遠いからね、意外と
意外と、意外とっていうか遠いからね。みんな遠い人だと思ってるよ私は。まあおそらくね、今回めちゃくちゃ遠いところから来てる方もいると思いますけど。ありがとうございました。やばい、頭が働かない、眠い、眠いよ、助けて。みんな神宮寺に起きろって言ってください。マジさ、今精神保ってなか、精神っていうか保ってなかったらさ、ちょっとってなっちゃいそう、本当に本当にってなっちゃう。未だに日帰りできるので近い人です。あ、確かにね、確かにこの時間にね、次のフェス行けたらいいな。え、でもさ、あ、やめとこう。お名前が違うからやめとくね。お友達みたいな方がさ予約を入れてくれてた気がするんだけどさ、気のせいかな、気のせいかな。お友達みたいな方が入れてくれてた気がするんですけど、入れてくれてた気がするんですけど、それはそれはまた別かな。寝ろよ。確かにね、それはそう、ごもとも、ごもともなんよ。気のせい、気のせいか、オッケーオッケー、気のせいね、オッケーオッケー、いいよ。やばい、かゆい。じゃあ私の見間違いだ。じゃあ誰だ、誰だ、誰か、誰かわからんと。同じ名前を使ってる人、そんなことある？わかんないけど、でも来れたら遊びに来てください。足軽ジャパンのライブだからね、きっと多分歌ってるんじゃない。たくさん歌ってるかどうかはわかんないけど、きっとその人だ。どっち、どっちだよ、きっと。きっと信じてた、このままじゃないこと、誰もが言えずにごまかす日々、押しつぶされそうになっても、明日へ続く道を走れ。ね、まさかのまさかなんだけどさ、ニアちゃんがさ、ニアちゃんがさとか名前言っていいのか分かんないけど名前言っていいのか分かんないけどさ、ライブ系見て、見に来ててさ、びっくりした。まさかのまさか、まさかのまさかすぎた。うん、あとね、あゆみさんも来とった今日、かわいかった。久々に見たあゆみさん、めっちゃかわいかった。しかもさ、ステージからさ、あゆみさんのこと見えてさ、ちょっとさ、あゆみさん見とった。あゆみさん見とった。ジェックさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。あなたのソロライブなら平日もいいです。ソロライブはない、多分、多分ない。でも今日も缶に血液を、こんばんはに、こんばんはに、ごゆっくりどうぞ。マニクゴーユークーリドウゾウ。ずっとヤマトのメイさんの歌声が、あー確かにめっちゃかっこよかった。ちょっと一緒に踊ってたよ。一緒に踊ってた、踊ってたけど、あの写真にと、写真を撮ることに夢中になり、最後になっちゃった。あはあは、またメンバー今日めっちゃ来てた、そうめっちゃ来てました、めっちゃ来てました。知らない、知らない、知らないというか、私の会ったことない先輩方もいらっしゃいましたね。バンザージャパンの方におったからさ、多分私たち見てないんだけど、通所はよ、ごめんだけどさ、今日通所取ってないんだよね実は。通所、通所取ってないんよね。
マジで撮る時間がなかった。バタバタしてて本当に本当に撮るのがねなかったから、今度撮ります。今度撮ります。メイさんとはね、石川の写真がすごいたくさんあって、レナさんはランチェキで、でも使っちゃったんだよね、ランチェキで、通称レナさんの通称は使っちゃったの。だからジュリアさんはある、通称カラフル衣装着たやつがアーリアス、アーリアス、アーリアス。 YouTube 入って出て曲のワープでアーカイブ残ってくれ。うん、残んない。アーカイブは残んないんだよ。アーカイブは残んないんだよ。ごめんねって感じ。まあでもね、基本的にさ、ジャックってさ、あれじゃん。ジャックってさ、あれじゃん、映像ないやん。今までのもさ、ずっと映像なかったわけじゃん、ジャックオブ東京って。しおりさんのお誕生日も、その前にやったやつもいた、なんだっけ、5月のさの時にやったジャックもさ、あれだったじゃん。そう、なかったから多分アーカイブ残さないんだと思う。わかんないけどね。なんで写し写メの方が良かったやん。いやー、そういう問題じゃないのよ。そういう問題じゃないのよ。写し写メでもさ、撮る、なんかそのお三方が忙しすぎて撮るね、あれがなかったんよ、時間が、っていう。アイドルライブジャパンのアカウントハッキングしたアーカイブ公開してきた。無理無理無理、そんなことできない。私じゃなくてさ、もっとさ、こう強そうな人いるじゃん。誰が強いか分かんないけど、強そうな人に頼みなよ、私じゃなくて。配信あったの初めてだよね。そうそう、ジャックオブ東京は初めてなので、初めてなので、多分おそらく残さないんだと思います。わかんないけどね、わかりませんけど。まあ今日のは僕あるとは思ってなかった。僕も、ああね、確かに普通はね思わないよね。私もだってびっくりしたの。そのさ、大抵がさ送られてくるというかさ、そのこういうのやるよみたいな詳細送ってきた時に、送って来られた時に配信って書いてあって、え、待って、その日配信すんのって思って、めっちゃびっくりした記憶があります。願い星の最後のあたりのリアルは覚えて、最後に言ってもらう、今日の配信ないと思って母親と買い物に行った。そうだよね、確かにないと思うよね、だってなかったもんね、もともとね。家にしかふざけたこと言える言えるよ、大丈夫だよ、よいしょ、言えるよ、そんなさ。嬉しいけどね、もっとふざけてください皆さん。なんでよ、別にふざけなくていいよ、やめて。チェックさん、おはぐじ、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます、コメント。マザージャパンの構成にと、足軽ジャパンの神奈川県伝道師見習い神宮寺理愛です、よろしくお願いします。配信あったらと思って今日リモートで待機して、すごっ、運が良かったね、そらち運が良かったね。ふざけないとこの配信者寝ます。確かに確かに、お眠ではある、お眠の神宮寺ではある。例にしか結婚しようとか言えない。確かに、こ
ここのルームの人はね、いろんなものをすっぽかして結婚してこようとするからね、ちょっと全部やってからにしてくださいって感じ全部。いや、ありそうだなってのはみんなの発言から言うし、あ、そうなんや。私は何も言っていない私は何も言っていないはず。ニコニコさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。アーカイブもう残らないんだなと、だなってのもなんとなくです確かにね、それはそうだね、うん、アーカイブはね、うん、残んないと思う普通に残らんと思う。でもよかったよね、あのよかったよね。なんか来れない人もさ結構いたわけじゃないっていうことをさ考えるとさ、よかったよね、たくさんの人にさ見てもらえて見てもらえる機会があってよかったよね。なるかもとは思ってたけど、買い物が長引いて19時過ぎて帰宅した。あ、そうなんや。じゃあ最後見れてもちょっとぐらいしか見れなかったってことか。肉はどこでも行ってます。うわ、浮気だ。明日のロードよりも今日の件、結婚じゃないのよ例の配信見れてよかったじゃない、じゃなかったら泣きながら寝るところです確かにね、それはそう。私も昨日だってさ、手紙書くときにさ文章打っとったらさ、もうなんかとか言って泣き始めてやばかったもん今日のケツと、うん、何今日のケツってわかんない、私そんなこと言ったっけ、わかんない、いや記憶にない記憶にない。はい、助かり合いでした助かり合いでしたじゃないのよほぼ携帯見ずに配信集中してた久々に。確かにね、見どころ満載だったよね。マジエモすぎたもん、センスコーデこの花の順番マジでエモエモ曲エモエモ曲やばすぎって思いながら見とった。来れない人もたくさんいて、それでもうあんなに生えてたっていうのはすごいね、本当に思います。だからあのお三方は本当にすごい方々だったって言い方はなんかあれだけどさ、すごい方々だし、それぐらいたくさんの人にアイドルとしてなんだろう、応援をされていたっていう感じだったよねって思った。今日の昼前まで強行で行こうかと確かにそれはそうね、行きたかったよね。それね、みんなね、名古屋の山ちゃんさん2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。まず豪華しがるジャパンの時点でエモいですよそうなの、わかんないけど、そのあれは私も昼頃まで悩んでたけど仕事を選んだ。まあね、そうね、確かに、うん、次のライブ虚無感すごそうそういうこと言わないでよ、頑張るからさそういうこと言わないでよ。待機してるのは辛かったので何かしようとして買い物に行って失敗したです確かにね、それはそう。前の目標はこの先なので普通に楽しかった。手取りエモい構成だったなって、そうエモかったですよ。だってさ、足軽ジャパンの万歳ジャパンからさ始まってさ、
バンザジャパンで始まってバンザジャパンで終わるさライブあります？普通に考えてなくない？マジびっくりだよ。マジ私それ聞いとってかね、普通にそのジャックを卒業公演でやるってなった時に思ったんよ。これバンザジャパンから始まってバンザジャパンで終わったらめっちゃエモくねって思ってたの。マジでなった。まあマジでなった。本当にびっくりだったよ。ガシガイジャパンのセトリ送られてきた時にさ、バンザジャパン10人といろジャンピンアップジャパンって来た時にフェーってなったよ。フェーってなってさ、バンザジャパンのさセトリがね送られてきた時に一番最後バンザジャパンって書いてて、バンザジャパンで始まってバンザジャパンで終わるなってなった。2022年生まれが生まれるまでおいしそしたら頑張ってもろて、あと20年ぐらい頑張ってもろて。しおさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。なさバンザジャパンの方でもちょいちょい見れたし期待だわ。割合もフロアでトラヒーって何？そうなんだ、映ってたんだね。あんまよく分かってないんだよね、いつ抜かれてるか分かんないままさやっとるからさ。僕の大好きなナナパラも聞きたかった。足がジャパンでやってよ。それはどうかな、分かんないです。機会があればやるかもしれないし、やらないかもしれないし。コアクションのバンザジャパンで終わりたいってメイさんの願いだったって聞いた。へえ、そうなんだ。確かに紅白衣装はさ、ほぼ一番最初の衣装だよね。初期の衣装は今の足軽ジャパンの衣装と似てるやつなんですけど、そう、その次の衣装が紅白なんよ。紅白、カラフル、新衣装、ポップっていう順番なのね。そうで、多分初めてもらった衣装が紅白衣装だったからっていうのもあるかもしれない。もしかしたらまこ先生のお子様が入るかもしれない。確かにそれはそうかも。でも男の子だったら入らないんじゃない？そういうことね。まさか最後にドインゼロの話するとは思わんかった。確かに私はその時代を知らないからさ考えられないんだけどさ。そうなんだと思ってびっくりした、その話を聞いて。でもそうだよなって思って、初めてもらった衣装だからって言ってた。あ、やっぱそうなんだ。私すごくない？何もさ聞いてないのにさ全部当てに行くっていう笑った。タッキーさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。私もドイゼロの時は知らない。そうだよね、私も知らない。本当に初期だよね多分、わかんないけどいつの話なんだろう。でもすごいよねって思った。預言者ですか？預言者ではない、預言者ではないけど普通に考えたらそうかなって思った。考えたらわかるやん。ある程度予知とかじゃなくてさ、考えたらわかるやんっていう。バンザジャパンが一人の頃から知って、あ、そうなんや、すごいね、アスキーさん本当に子さんだね。本当に子さんだね。そうなんだ。だって初期面って言われる方々がさ、正直さ
どこまでなのかあんま分かってないんだよね。3期の先輩たちまでなのかな、分かんないけど。初対面の時のメンバーいなくなっちゃったいなくなっちゃったなって、やばいやん、やばいやん、やばいやん。考えても分かりません。中にいるから分かるのかな、分かんないけど。でもさ、衣装をもらった順でさ行くとさ、やっぱ紅白衣装が一番最初にもらった衣装だから一番思い入れがあるはずじゃん。そしたらその衣装着たいよねってならんって思った、心理的に。島田さんがそろそろ、どうしたんですか？レナさんがどうしたの？レナさんがどうしたの？配信する？初代秋田県いた頃から知ってはいる。あ、そうなんや。秋田県の方か。知らないな。知らないな。サザさんまでが初期面って言われてるのかな。ぽいよね。でもリエとは対面してないからこれからのめりとだな私もいついなくなるか分かんないからね、言っとくけど言っとくけど、配信始めるって、配信始めるって配信始めるって。みんな衣装のツイッターをさかのぼればはっきりするさ。まあ確かにね。大天使が半年休んでかぐやが一人ではやった踊りたい。へえ、そうなんだ。大天使って水面水さん水面水さん。最初の方がイベント多かったはずだよ。へえ、そうなんだ。今日さすがに水面水ちゃん来なかったのか、わかんないです、知らない聞いてない。はあと3年よろしくお願いします。3年は待てるかな、3年待てるかな。私にはその前にさっきから聞こえるガサガサ音の、ガサガサ音の救命に入りたい。どれだろう、これスカートかも、スカートってかあの着てる服かも。じゃあレナさんがそろそろ配信するから私たちは終わりにしようか、終わりにしようか。そしたら畳の音かもしれない、畳の音かこの音か、どっちか、どっちかです。いや、わしの家の書で怖怖怖いんだが、明日もやるからさ、あと3年間ワイの30歳祝ってください、祝ってください。いるかわかんないよ、私言っとくけど、いるかわかんないよ。3年後は例が終わったら出るから、もう少し大丈夫だよもう少し大丈夫だよじゃないの、私が限界を迎えそうなんだよ。知っとる知っとる知っとる、私が限界を迎えそうなの。私たち終わりにしよう、付き合ったみたいに今なりましたすいません、そろそろ終わりにしようかって、多分クモかムカデだと思うのでなんとか。うわーやだー、クモだったらまだいいけどさ、ムカデはちょっとさきつくない？明日ラジオだったら楽で、明日ラジオはしないかな、しないと思う。なんで待っとってください、俺の方が3年後は灰かもしれない私も灰かもしれないよ、わかんないけど。ということでバンザイジャパン、あ、そうだ、30日と31日のライブに私神宮寺、バダジャパンと一緒にあのライブに参加することになっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。急に告知を始めて申し訳ない申し訳ない。30日と31日ぜひぜひお待ちしております。そして次
次のライブ8月の24日海賊フェスがございます。海賊フェスもですね、大変大変面白いものになっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そんな感じ。それ以外の詳細等はツイッターの方にアットマークリアイアンダーバー BJ で調べてもらえると出てきますし、もしくはプロフィールからも飛べるので、ぜひそちらの方から遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてルームのフォローもぜひよろしくお願いします。目指せ200人、まずあと30人ぐらいかなって感じなので、あともうちょっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ニシップさん初2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。30日と31日でベルブを早着替えするするかもしれない、知らないし、しないかもしれないです、わかりません。30日か31日会おう、じゃあ会おう、待ってるよね。そしたら待ってるわ。ということで、脇腹が少しでも、てかどうしたの、大丈夫？すごい気になるんだけど、脇腹がさ、どのコーナーみたいなツイッターで言っとったからさ、どうしたのってなった。今じゃない、どうしたのってなった。普通にベレー帽シャメ頼もうかな。ベレー帽シャメいいよいいよ。ポリマーさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。よし、来月は足チキ、本当に足チキでいいんだな、いいんだな本当に。それ以外にもあるぞきっと、いいんだな本当に。ポリマーさん初見です、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。もうすぐ終わりますが、配信それまでゆっくりしてってください。あばらにひび入ってドクターストーン、どうでね、これ、え、なんでなんであばらにひび入ったの、そこが疑問なんだけど、なぜなぜ。ベレー帽だけのシャメなんか絶対にいらなくない、いる。よよよさん、こんばんざい、こんばんざい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。いや、まずは足を取らなすぎた。笑った。皆様お大事に、お大事に、皆様お大事にしてください。アクシ、あ、アクシスや、日差しがある、初めて見たけど、いや楽しみで、楽しみじゃないわ、頼もしいなって思った。本当にやった。でも全然全然だった、今日のライブはちょっと反省点が多すぎる反省点が多すぎる今日のライブは。でも嬉しい、ありがとうございます。あとフライヤー欲しいです。ああね、確かにそれはそうだわ。あばら息できなくてつらい、マジそうなん、きつ、そうなんだ、そんなにきついんだ、ひび入ったりとかすると。へえ、あばらにひび入る、ひびはよくあることなので深く聞かない方が、そうなんや、あれですか、魔法の力ですか、あの体内を浄化してくれる魔法の力ですか、魔法の力ですか、わかりませんが、私にはその魔法の力は使えないのであれですけど、おそらく魔法ですかね。今日の宿も可愛いね、ありがとう。これで音楽やってるけどね、一回。え、でもね、音楽の時はね、このリボンがここになかったんだ、実は。拳の力かも、あ、確かに拳かもしれない拳かも。でも拳も拳でさ、ちょっときついよね。くまくまさんフォローありがとうございます、 Thank you ということで終わりにしようか、皆さん終わりにしよう、終わりにしようということで、皆さん30日と31日は都内でお待ちしております。
そして8月の24日は下北沢で待ってますという感じです。なので皆さん絶対に遊びに来てね。おやすみなさい。またね、またね。ありがとうございます。コブシリエンのロケットパンチロケットパンチじゃないのよ。明日も楽しみたいから終わるべね。終わろ。ベレーボベレーボ投げんといて。ということで終わりにしたいと思います。以上、パンダジャパンの構成にと足軽ジャパンの神奈川県伝道市民のライジングジリアイでした。またね、おやすみなさい。おやすみ、またね、またね、バイバーイ。